およそ2キロ先、目的地周辺です。およそ2キロ先、目的地周辺です。ああ、ここ七福荘、虎の線なんだね。だけど秘境にやってきた。滝頭湿原左。ふるさと林道。ああ、ここが不動岳ですね。誰もいないから、まあ登ってる人はいないんだろうね、今ね。まあ、ちょうどね、今熊が一番お腹を空かせてる時期なんでね。はい、阿賀町、滝頭湿原に来てみました。あー、こんな感じなんだね。いや、季節によってはすごいいい場所ですね、多分。いやー、いいとこだね。トイレもあります。
上に上がれるみたいですね。カメムシがいるみたい。テントウムシに注意。ああすごい。確かに、いっぱいいますカメムシが。いや景色素晴らしいですね。こういうね、ベンチじゃねえな、ソファーもあったり、ここでね、休憩もできるんでしょうね。なかなか素晴らしいですけど、そこんじょそこらにいますね。ここはね、座って、ね、食事は用意できてないけど、こうキッズスペースとかもありますね。クイズ、あと塗り絵にチャレンジしよう。これね、多分季節によってすごいいいですよ、ここ。今ね、管理人の人が、いろいろ掃除されてますけどね。これがね、人工的に作った湿原だということなんでね。はい、阿波町にもね、こんな場所があるんだなとつくづく思いました。秋になるとね、やっぱ秋の滝頭高原、湿原だよね、高原じゃん。いやすごいね、もうちょっと経ったらね、11月になるとすごいみたいですね。あ、これなんかいいね。11月になったらまた来てみる。なかなかいいとこですね、ここ。静か、本当に静かです。誰もいないんでね、すごい静かで、かなり癒されますね、ここ。あとね、夏はね、ホタルはね、夜間、開く時間があるというところなんでね、まあ、今年はね、来れなかったけど、来年の夏はね、ちょっと来てみようかなと思いますね。いやー、ほんと静かでいいとこだ。竹頭湿原降りてきたところね、こっち行くと竹頭湿原だけど、ここから降りてきたところに七福草さんってね、七
志福温泉があるといったところで、まあだいぶね湿原を歩いて、あの汗をねかいてきたので、やってればねちょっとここの七福荘さんのお風呂に入って帰ろうかと思います。